緒に看護しよう。皆さんこんにちは。私は今回の動画のナレーションを務めます、採用1年目の看護師です。さて、富山県立中央病院では看護師を目指している皆さん向けに、当院の看護師の普段の様子や皆様に向けたメッセージをお伝えすることで、より当院への就職をイメージしやすいようにこの動画を作成しました。ぜひ就職先を決める時の参考にしてください。それでは看護部長からのご挨拶です。看護しよう。こんにちは、富山県立中央病院看護部長の高永です。看護職員として当院に就職を考えてくださっている皆さんに、看護部を紹介する動画を作成いたしました。ぜひご覧になってください。看護しよう。当院は富山県で唯一の県立総合病院として、地域医療支援病院、都道府県がん診療連携拠点病院、基幹災害拠点病院などの多くの役割を持っていて、富山県の安心安全に貢献しています。病床数は733床あり、おおよそ750名の看護師を含め1100名を超える職員が勤務しており、毎日当院の医療を支えています。看護しよう。看護部では患者さんにより良い看護を提供するため、当院の理念に加え看護部の理念を定めています。この理念を実現するため、看護師のクリニカルラダーを取り入れて看護実践能力の向上を図るとともに、個々の育成段階に応じたキャリア開発ができるよう支援しています。私も先輩の看護師や市長さんからたくさんのことを教えてもらいながら、患者さんからより信頼される看護師となれるように毎日頑張っています。看護しよう。当院は高度急性期の医療を提供しているため、医療現場で必要となる知識や技術は高い専門性が求められるものが多く、日々勉強の毎日です。大変だと感じる時もあるのですが、とても頼りになる先輩看護師に囲まれ、支援体制も充実しているので、とても学びやすい環境です。ここでは当院の教育体制についてご紹介します。新人ナースが不安なく業務に取り組み、確実にスキルアップできるよう、病棟の特色を踏まえた年間指導スケジュールを作成して、病棟全体で一貫性のある指導を行えるようにしています。新人ナースは新しい環境に飛び込み、心細い思いをしていると思うので、孤立感を感じさせないようにしています。
また市長、副市長とも連携を図り、病棟全体を巻き込んで新人教育に当たっています。新人教育はもちろんですが、新人に一番近い立場で不安や悩みを受け止め、精神的に支えることが役割になっています。普段から年齢的にも近いので、新人の頃の気持ちがわかるからこそかけられる言葉があると思っています。些細な変化も気づけるように、自分からコミュニケーションを取るようにしています。将来は高い知識と技術が求められる救命救急センターや HCU、ICU などでの超急性期看護や手術期看護にも挑戦したいと考えています。最初はできないことばかりの状態でしたが、たくさんのことを教えてもらい、できることが増えました。今では自信を持って患者さんに看護を提供できることが多くなったと感じています。自分が困っているときに先輩方から大丈夫と声をかけてもらうことが多くあります。疑問やわからないことがあっても、一人で悩まず、皆さんに支えてもらいながら解決することができています。看護しよう。ここで当院の最前線で活躍されている先輩看護師をご紹介します。今回の動画では私も憧れているフライトナースについてご紹介します。フライトナースの勤務はフライトドクター2名とフライトナース早出遅出の2名で勤務をしていますが、実際の養成にはフライトドクター2名とフライトナース1名で養成に応じています。限られた人数と情報の中で重大なミッションに応じるため、コミュニケーションをしっかりと密にしてスタッフ全体で報告連絡相談をしっかりとって情報共有に努めています。フライトナースを志望した理由は、生命に直結する重大な疾患や重大な事故に遭遇した患者さんに早く治療を開始して適切な病院に搬送して救命の手助けをしたいと思ったからです。やりがいを感じるときは、限られた情報や時間の中で医師と情報共有をして患者さんの治療方針や必要な物品を決定しなければいけないので、ミスや少しの時間の遅れも許されないという高い緊張感の中で仕事をしなければいけませんが、命を救われた患者さんや少しでも安心された家族の方の表情を見れることがやりがいを感じるときです。フライトナースの仕事は、現場で患者さんの命を救うというとても重大な仕事ですけれども、たくさんの技術や経験を学ぶことができます。
ぜひフライトナースになって一緒にフライトスーツを着て仕事をしてみませんか。看護しよう。当院ではより長く当院の医療に貢献していただきたいという思いから、職員の子育て支援にも力を入れています。これは女性だけでなく男性も同じで、毎年多くの方が各種の制度を利用されています。今回は院内保育所を利用している女性看護師と短時間勤務制度を利用された男性看護師をご紹介します。私、そうですね、不安についてですけれども、産前産後休暇とあと育児休暇をトータルで1年半取らせてもらいまして、で仕事に戻るにあたって1年半の、ブランクがあったものですから、前みたいにちゃんと働けるかなっていうような、まず仕事に対する不安が一つありました。でもう一つは、子供が1歳半でまだまだ小さい子がいるんですけれども、その子のこともちゃんとやりながら仕事もできるのかなっていう不安はありました。はい。業務内容に関しては同じ病棟に働いている同僚ですとか、あと先輩方に教えてもらいながら少しずつできることも増えてはいました。で、子育てに関しても育児短時間勤務で勤務してますので、すごく配慮してもらっているっていうのがすごく分かります。子供を迎えに行くのもそこまで遅くならずに、帰ってから夕飯作って、お風呂にも一緒に入ってっていうことで、育児もちゃんと両立できています。ですごくありがたいなと思ってます。で、子どもも院内保育所に今預かってもらってるんですけれども、熱が出たですとか何かあった時にもすぐに直接病棟に連絡がありますので、本当に心配もなく安心して働かせてもらっているところです。はい。男性の方もいらっしゃると思いますし、女性の方ももちろんですけれども、子供を産んで育てながらやっぱり働いていくっていうのがすごくしやすいと言いますか、本当に福利厚生に関してはしっかりとしているところだなというのがありますので、不安なことがあったらいろいろ周りにも相談乗ってくれる人たくさんいると思いますので、安心して自分の生活も守りつつ、仕事もどんどんキャリアアップしていってもらえたらいいかと思います。はい。取得をしようと思った理由は、妻が職場を復帰するにあたって私が育児短時間を取って、妻の負担を減らそうと思ったからです。育児短時間に対する不安は、大きな不安はありませんでした。強いて言うであれば、料理のメニューを考える、それが不安でした。
育児短時間をして感じたことは、まあ、子供と多く過ごせてそれが本当にすごく良くて、次男の時に撮ったんですけども、その次男は結構パパっ子になってくれて、まあ、それがすごく嬉しかったです。男性看護師のパートナーは女性看護師であることが多いです。お互い支え合うためにも育児短時間という制度を利用した方がいいと思います。この病院は働きやすい病院です。一緒に働きましょう。待ってます。看護しよう。有給休暇をはじめとした各種休暇制度や文化施設やレクリエーション施設の割引制度、住まいについても住宅費の補助制度や看護師専用アパートが整備されています。看護師専用アパートを利用している看護師から住まいでの様子についてインタビューを取りましたのでご紹介します。私は中央病院の看護師専用アパートに住んでいます。共用のエントランスはオートロックで防犯カメラもあります。また各種部屋にモニター付きインターホンもあるため安心して住みます。トイレとお風呂が別々になっていて、脱衣所には独立洗面台もあります。家賃も周辺で同じ間取りのアパートを借りるよりも安く抑えられます。近所にはコンビニやスーパー、ドラッグストアもあるので、生活する上で便利な環境になっています。看護しよう。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひ私たちと一緒に看護いたしましょう。応募していただくのを心よりお待ち申しております。私たちが全力でサポートします。待ってます。看護しよう。いかがでしたか。当院での勤務はいろいろ学ぶことも多く、目まぐるしく日々が過ぎていきますが、自分の成長を感じながら過ごすことができます。私も先輩としてこれからお迎えする皆さんの目標になりたいと思っています。皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。